食え食え。おおすごい、おおおお、マジ？ほんまや、ほんまや、うわ、あ、すごい。よし、マジ？はい、ありがとうございました。小倉です。はい、今回も対決します。前回ミラクルミヤさんボコボコにしたやん。あ、ボコボコにしました。で、しっかりしっかりしたやな。しっかりボコボコにした。その他に戦いたい人おるかなって考えた時に、一回その釣りガールと戦ってみたいなと思って。新しいじゃん、シンプルに。はいはい、ってことで今回はもう釣りガールの方、誰か対決したい人おらんかなって思ったら、はい、もう一人唯一いたから、その方に来てもらうことになりました。ということで、どうぞお願いします。お願いします。すずちゃんです。お願いします。ちょっと声がね、終わってるよ、声が。ちょっと仕上げすぎたの。あ、仕上げすぎ。はい、すずちゃんは今ガンクラフトガールっていうのをしてるんですよね。そうですね、ガンクラフトの一応プロスタッフとして、プロスタッフとしてやってて、で俺もそれ知ってて、やっぱりガンクラフト俺もめっちゃ好きやから。あ、まあ今だけやろ、形上やろ。え、ほんまに好きなん？え、もう死にたいんじゃない今のこのトークの時に、ガンクラフトのルアーだけで勝負とかなんかしませんかって言ったら、なんかやるならビッグベイト対決しようみたいに言われて、あの大きいルアーやね、大きいルアーなんかもうあの想像を超えた答え出されたからもうこっちもやるしかないなって思って。ってことは今から、今回はだから自由な釣りではなく、はい、ビッグベイト対決です。強気やな。でもなんか天候的にも神のような、ビッグベイト釣れるなら今日しかないよねみたいな。なるほど。ということで今回はこのすずちゃんと僕で、もう楽しくビッグベイト対決して、まあどっちが釣れるかどっちが勝つかっていうのをね、楽しみながらやっていけたらいいなって思います。ということでやっていきましょう。レッツゴまずこの釣りガール対決なんでしたいと思ったかっていう話なんやけど、聞きたい。それは岸川くんが釣りガールについて一つなんか思ってる説があるらしくて、はい、それちょっと一回答えてこれ一回な。まあバス釣りあんませえへんやん。釣りガールっていう人たちを聞いた時に、え、女の子がバス釣りって男の子のイメージがあるから、いや絶対釣りガールバス釣り上手くないやんって思って、この企画が始まったんやな。釣りガール全員釣り下手くそ説ね、お前が言ってたもん。そんな厳しくは言ってない。まあでも実際やっぱり釣ってるのも釣りガール見てるし、上手いんかどうかっていうのはいざ対峙してみんと分かれへんから。確かに、うん、特にこのビッグベイト対決っていうのは露骨に勝敗の差出ます。はい、もう壊すって稼げるゲームじゃないから。今日ボートです。うわー、そうなんよ。そうなん、初ボート対決やから、はい、ちょっともうテンション上がってる。うん、で、もうこれがボートなんやけど、今回のこの黒い、うん、免許持ってません。すずちゃんに、すずちゃんが運転するんよ。しかもゴーガーダムっていう行ったことのないダムやし、はい、案内してもらって、うん、そこの中で自分に出せるベストを出したらなっていう。もうスポーツマンシップみたいな。うん、なんもうこれができるのはやっぱ自信やから。なるほど。うん、やっぱショークロスフィッシングっていうのは過信と自信でできてるから。はい、確かに。あ、もう今回も勝つ気しかしません。じゃあ頑張っていきましょう。はい、ありがとうございます。おはようございます。よろしくお願いします。お願いします。まあ、今回のこのフィールドの、まあ、提案をしてもらった時に、はい、僕ゴーガーダム行ったことないから、うんうんうん、ちょっとゴーガーで釣りしてみたいんですみたいな、はいはいはい、話をもらって、まあ、ゴーガーで、まあ、ジョイクロが要は生まれたわけなんで、うん、そうだよ。もうジョイクロの聖地ゴーガーダム、まあ、せっかくゴーガーで一緒に釣りするんだったら、うん、まあ、やっぱビッグベイトでジョイクロで魚を出したいなっていうのがあって、はいはいはい、一応提案したんですけ ど、でももともとジョイクロとかそのビッグベイトに、うん、使い始めたのは、うん、ショークロックの方が先なんですよ。私は4年前ぐらいかな、はい、なので、はい、まあちょっとそこの、うん、なんて言うんだろう、歴の差みたいなのあるっちゃあるんですけど。ビビってんのか。おい、言うな言うなお前。言うなあるけども、あるけど、うん、やっぱり先週も魚私ここで釣ってるので。うわ、はい、それもビッグベイト。ビッグベイト。うわ、これは強いぞ、うん、なるほど。いつも通り楽しく釣りしながら、はい、ビッグベイトで魚出たら、まあ、いいんじゃないかなっていう。なるほど。いや、じゃあお願いします。お願いします。あらます。お前相槌うるさすぎるもん。ポイントつきました。はい、もう今回ちょっと見てほしい、このね、もうガングラスのカバンに、ガングラスの箱に、はい、もうこれずっと昔から使ってるやつでも持ってるやつと、買ってきました、シフト。でも一発目は安定のジョイクロから、ジョイクロカラー、うん、の一番ノーマルなやつ、これで攻めますよ。すずちゃんはまず竿が、そうですね、2タックル持ってきてます。2タックル、はい、本が、うん、ラチェットのバスカラー、リアルバスカラー。
で、もう一本はジョイクローラーっていう。ジョイクローラー。ジョイクローラービッチ。いや、強気よな、十分。めちゃくちゃ強気よな。ちょ、俺勝手に見てあかんねんけどさ、はい、スーちゃんのタックルボックス見てこれ。やばない。うわ。えぐない。えぐ。すごいよな。うわ。シフトとか。すごっ。あ、ピンチやった。お前どこで選ぶ人ってそれなの。めちゃくちゃすごい形やな。これは強気やね。これは強いな、うん、いい勝負になると思う。とりあえずこっからですよね、ボート屋の前から。そうですね、対岸からちょっとやってやっていこう。バスいる。ちょっと意識してますけど、ね、ほんまや、バリ見に来るやん、一投目から。マジ？うわ、すごい。それがラチェット？そうです。動きバカいい。ありがとうございます。まあ早巻きしたらこういう筋書くし、うお、あとは壁投げてなんかこうやってちょっとずつ横に。しかもバスいますね。あ、ほんまや、後ろからついてきてる。来へんかな。サイズそないやろ。いや、なんか食っても良さそうな。めっちゃ勢いあるけど。お、すごい、めっちゃ見てる。うわ、え、今食ったよ。食ったの。もうええて、もうええて。翔さん、ええて。まだスタートって俺言うてないよな。もうスタートしてんねん。おはようございます言うてる。え、口パクってしたって。食ったっすね。ちなみにおサイズは。サイズはまあ35ぐらいじゃないですか、うん、あれ、これすずちゃんの方がうまい説あるぞこれ。これマジマジマジ。え、運も大事やけど。なんで運も大事やけど。あ、ちょっと、じゃあ投げてもらっていいですか。あなたの今日の動き、あの作戦的には、ね、死んだあゆ。死んだあゆを演出する。またすずちゃんとまた違う。もう来たやろ、もう来たやろ、バス。お前、あ、いや、来てなかった、ね、通りすがけやったね。どう、もう初見の釣りガール。え、めっちゃうまいっちゃう。めっちゃうまい。俺だって算数の授業受けてんのかなと。今日はこれとこれで休むので、これがこうなってるので。それ声のトーン低いからだけやろ。違う。普段はもっとね、あの声がな、出せるんやけど、もうちょっと女の子っぽい声してるんですけど、今日ちょっとなんかスナックのママみたいな声になっちゃって。うわ、なになに、展開早ない。うわ、食った。ガチ最悪。めちゃくちゃうまいやん、この人じゃ。最悪。なんでかからんかったん。下手くそやからちゃう。おい、言うなよ。おい。いや、絶対俺も釣れたで。絶対俺も勝てる。ちなみにその先週来た時は何で何センチぐらい釣ったんですか。このクローラーで、はい、これでね、44と、はい、このラチェットで45。うわ、2匹釣ってる。お前1日でビッグウェイト2匹釣ったことあるか。ビッグウェイトやろ、うん、ないね。ないよね、うん。いや、みんな結果わかったね、これも。え、本気出してないからっていう言葉いらん。あ、いい、ごめんごめん。あ、すごい、これがクローラー、羽物さんね。はい。すーちゃんはいつぐらいから知ってくれてるんですか、ショークローズフィッシングのことは。え、もうだから岸川くんが入る、はいはい、一緒にやり始める前から。それで言うたらだいぶ子さんよな。登録者数1万いってないもん。あの黒髪のウブなダッサい時の時からな、見てくださってて。あ、伝説の時代ね。底辺の時代じゃなくて、これから伝説になる時代よ、あれは。いや、でっか。余裕50。あ、あ、余裕やな。これやばいな。やっぱ面構えがえぐいよ。動じない。あ、見る。見てる見てる。マジ？え、マジ？うわ。うわ。熱っ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 。さすがにすずもちょっと内股になりましたね。やばい。あ、本日もよろしくお願いします。どうも、カメラマンの岸川です。ちょっと髪の毛も染めまして、新規。その気熱いな。そう、結構ついてるんですけど、でも食わせがむずいんです。うまっ、うまっ、動かし方うまっ。俺今までショークローの動かし方しか見てなかったからさ、ショークローはすごいなと思ってたけどさ、お前あんま普通なんじゃん。いや、俺もそこまでだったら帰るで。ねえ、家帰るで。ごめんごめん、俺そんなけなしてるつもりはないんやけど。うわうわ、めっちゃ速い。うわ、すげえ。バリ綺麗な。さあ、到着しました。でもほんまにこれ関東の人からしたら羨ましいぐらい水綺麗よ。海やん、ここだけ見たら。沖縄やもん絶対。でもこれ竿とか全然、ほらバリ深い。いや、おるおるよ、ほら、みんな。はい、はい、もう進行方向、勝ち角。勝ち角。はい、勝ち角、これ。5秒前。
4、3、なんでも。お、いやでも、なんか、あ、今バッティングしたよ。あー。なんか、福山雅治の音楽似合うな、こういうところ。何が？福山雅治の。野球ね。だっても好きでいてね。言わすな言わすなお前。やばい生で聞けた。はいもうボート横帰ってきた。上から覗いたらめっちゃバスおったから。今から羽物。すずちゃんも変わらず。はい。ジョイクローラー。ちょっと雨のなんかシトシト系でクローラーいい思いしてるんで。いけると思うねんな俺ここ。ああそう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 。うわいいね二人とも二人とも羽。なんかすーちゃんって投げてうまとか言わないですか自分で。え言わへん言わへん。じゃあやっぱお前が異常なんや。俺が異常なんやろな。でも多分キャスト制度のレベルが違うんじゃん。ほらわかる。すーちゃんも投げれるって。すーちゃんも来てる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 来てた。すいません失礼いたしました。全然全然お前撮影集中しろ。はい、すいません。犯罪行為してる犯罪行為してる。バスおるけど。俺ちょっともう宴よ今日。一人でな。おお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 マジマジ。くくくくくくく。おえ？見せる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 。いいやなんでやねん。なんでねえ待って。なんでなんで今の今のやばかったよな。今の行ったと思いましたよね。絶対勝ったと思った。今もう完全に…あ、まあ、俺来た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 俺食いそう俺食いそう。やめろやめろやめろ。うわ、蒸した蒸した。協力せえ協力せえ。あ、振り返った振り返った。バリック行きバリック行き。お や, やばかった今の。今のすずちゃんのエグかった。めっちゃテンション上がったわ。やばいですね。あれ黒い影。来た。食いそう食いそう。うわ惜しい。やっぱ放置かな。バカ惜しい今の。見た見た。ガンマン落ちてきた演出の放置かな。いや見てるな絶対見てるから信じて待つ。うん。マジで一回もワームチョイスしてない。でもなんかあの動きで食ってくるのを見ちゃうとちょっとワーム投げる気失せます、うん、なるほど。私はこれも一緒。めっちゃ一緒。一回もワームっていう単語を発してない。おる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 。あれか、あんまり。見に行った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 。マジ？ほんまや、ほんまや。うわ、熱っ！熱っ！マジ？ほんまや、ほんまや。うわ、熱っ！マジ？ほんまや、ほんまや。うわ、熱っ！ほんまや、ほんまや。熱っ！熱っ！熱っ！マジで？抜くよ、抜くよ。うん。いける？いける？そっちから抜きます。オッケー、オッケー。キスる、キス。うわー！すげえ！いく！すげえ！やば！やば！すげえ！すげっか！マジで！最高！しゃあ！うまっ！すげえ！これはすごい！ありがとうございます！ナイスフィッシュ！サイズ測ろう！ 3、2、1！ プチ閉じ。でん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 。43かな？ 43！ すげえ！ナイス！うわ結構いいヒットシーンやったら羨ましい。最高のヒットシーンよ。え？ありがとうございます。フリーガールやばいわ、やっぱ。すーちゃん、ビッグベイトで1本目です。ありがとうございます。ありがとうございます。すごかったな。あの食わせは技術あるわ。43ね。43ね。43ね。オッケーオッケー。追い込まれるの久々じゃ対決でな。待ってました。追い込まれるのが一番好きやから。追い込まれて最後勝つのがヒーローっていう。そう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 。ああ、なるほど。うわめっちゃでかいやつ2匹おった。今もういったわ下に。あれはでかい。目測何センチ？両方校長先生です。マジ？うん。ショグローズフィッシングの校長先生は55センチ。55近いです。その上が何だっけ？え？その上が何だっけ？教育委員会です。
お待たせいたしました、岸川クッキングのお時間です。燃やしていく。スーちゃんもおるということなので2品作っていきます。パンにチャーシューのせーので、裂けるチーズのせーので、オッケー。ほ、1個目はこれチーズやったんやけど、この2個目はこのね、こだわりのこのマドレーヌ、完成。その名もどっちの方が運が強いのか決めようバーガーです。それでは食べさせていきましょう。あなたたちあなたたち、お待たせいたしましたわよ。めっちゃ待ったよさあさあさあ、ちょっと見えてる、あ、見えてる見えてる、あれあれ、まあ、2種類作ったんですけど、はい、お二人に選んでもらいます。2種類あるの？2種類ある。おいきます、せーの。おお、なるほど。今度は小黒がこっちやね。ですね。お待たせいたしました。どうぞ。え、当たるやん。すずちゃんの方の名称はチャーシューチーズバーガーです。やば、めっちゃ、おめっちゃよ。で、小黒の方がチャーシューマドレーヌバーガーです。え、マドレーヌって何？いや、まずすずちゃんの方がレディーファーストでお願いします。いただきます。めっちゃ美味しそう。めっちゃ美味しそうやな。さっきのチーズそのままさっきのチーズそのままうんうんうん、美味しい。おい、うん、ありがとうございます。ギトギトやね、これ。お願いします。なに、なんて、いや、悪くないよ。チャーシューマドレーヌ、あ、まぶちょっと待って、今美味しい。すごい三段階すごいめちゃくちゃ美味しい。とりあえず、まあ、夕方の5時までやから、うん、あとまあ3時間ぐらいやりましょう。はい、やりきろう。俺負けてるから勝ちたいもん絶対勝ちたい。そうやな、うん。時刻は3時49分になりました。スーちゃんが1本リード、問題なし。お、釣れるから俺は。ジョインテッドクロスシフトでいきます。それだけがちょっと、よし、よし、ええ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 マジ、マジで、すごい、嘘でしょ。あ、バレたバレたバレた、バレた、あ、バレたバレたバレた、バレた、最悪。うわ、惜しいな。いや、めっちゃ喜んでる。惜しいな。え、すごっ、くっそー。20はあったな、あれ。いや、30あったお前。30全然あったわ。なんで割れた。うわ、下のバッグやんない。そうそうそう。あ、やばい、めっちゃいた。あ、ほんまほんま。うわぁ、惜しい。あ、来てる。食え食え。うわ、え、切れ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 。やっぱそ、ちょっとアクション寄りな気すんねんな。え、今もう凝ってたよ、ほぼ。フィッシングモード入ってる今。あ、フィッシングモード入ってる。お遊びはここまで。あ、なるほど。さっきまでエンジョイモードやったけど。エンジョイモード、すずちゃんも一緒に釣ったら嬉しいねっていうものだったけど、うん、もう今俺以外見てる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 。ほんまや、じっくり待ちます。ここから、ここから待って、はい、絶対いい絶対いい。あかん。時間は4時14分ですね。いやー、やっとこの時間が来たかって感じやな。あ、そうなん。うん、俺の時間、夕方に近づいてきたらやっぱり餌食う確率上がってくるから、うん、この時間、お前、ごめんごめん、めっちゃ苦しいだ。まあ釣れる時間帯やから、うん、うん、ここで釣らしてもらおうかなっていう今日は作戦やった。うわ、マスコのゴミ溜まりとか、お前もうヒートトラップ、ヒートトラップですやん。ちょっとやらしてもらおうか。あ、もう全然全然、もうちゃちゃちゃ、位置関係すごい大事。壁際とゴミの隙間。お、正解。あ、正解、絶対正解。よし、しゃべるしゃべる。よよ、もう狂ってる？全然俺だけテンション長いの。狂ってんのお前だけ。うわ、めっちゃ釣れそうやのに。どれ？激アツブンブン丸やのに。あ、てか魚いるし、隣。隣いるはって。これ急に急に回転しろ。あ、お前おるおる。何か思考間違えろ。おおおおおおお。
あれあれや、青キジおる青キジがおる終盤に出てきたワンピースは見てた？え、見てた。黒ひげとか？黒ひげわかります。あ、ちょっと時代取ってもらおうかなズハハハハハ、俺の時代は終わらない。え、これうまい？かしらのか、わかんない、うん、あ、わかった。じゃあクラッシュは、あの、タートルトーク。これは声質的に一緒よ。セリフだけちょっと教えてくれ。なんて言ってほしいか。え、みんな最高だぜって言ってほしい。そしたら、ウォーって言うんだ。なるほど。あ、わかりました。いきます。みんな最高だぜ。もう僕はメンタルが持ちません。すずちゃんにいじめられてる。飽きまへんな、飽きまへんな、飽きまへんな、終了です。お疲れ様でした。お疲れ様でした。負けです。潔く認めます。どうですか今回は、感想は？いや、まあ、とりあえず嬉しいですけど、はい、いや、めちゃくちゃ楽しかったです。嬉しい。いや、このゴーガーも楽しかったね。ゴーガー楽しかった、うん、まだ行きたい。ちょっと雨じゃない日にね雨じゃない、雨がすごかったから、うん、これはリベンジします。いや、間違いない、絶対します。ということでね、ショークロー VS 川越すずちゃんは、はい、すずちゃんの勝利です。はい、おめでとうございます。これまたリベンジするんで、はい、また次対戦後よろしくお願いします。お願いします。ということでね、もう今回はやる気すごいな、カメラ壊れるんじゃん。ということで今回の対決はここで終わろうと思います。お疲れ様でした。イエーイ。あざした。お疲れさん、イエーイ。ありがとうございます。イエーイ、イエーイ。時間はしっかり、しっかりもう前もらないとボロボロやわ。え、でも調子上がってきてる。俺岸川がおもろい時調子悪いと思ってるから重たくなりつれて本調子っていう気分があるから。